ピョートル2世、アレクセイエビチ、10月23日から1730年1月19日、1月30日、在位、1727年から1730年、は、ロマノフ朝第7代の君主、第3代ロシア皇帝。ピョートル1世の孫。父は、ピョートル1世と、その最初の妻エブドキアの息子アレクセイペトロビチ、大公。母は、 ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・コールート・ビヒルドルフの次女、シャルロッテ・クリスティーネ。マリア・テレジアは、母方の重子ロシア皇帝イヴァン6世の父アントン・ウルディー妃は、母方の重帝に当たる。1715年10月23日に生まれた後、間もなく、母を失い、父も1718年に拝着され、非合の死を、遂げたため、当初は、後継候補から除外されていた。 隔離されて育ち、祖父のピョートル一世も彼を系統的に無視した。最初にピョートル二世の家庭教師を務めたのは、オランダ人居留地に住む下手屋とぶ同種商人の妻で、ありノルマンという名前の会員が、ピョートル二世に、後悔の基礎を教えた。その後は、ハンガリー人難民で、元教師のヤノ主シュゼーカーニが、家庭教師を務めた。 エカチェリーナ一世の知性にも変えり見られなかったが、七百二十七年に彼女が崩御する直前、大貴族たちはもはや、ピョートル二世を定位継承から排除できなくなったと考えた。ピョートル二世は国民の大半と貴族の四分の三から支持を得たので、あった。母の姉が神聖ローマ皇帝カール六世の妻だったため、カール六世は一時ロシア駐在オーストリア大使、 アマデウス・ドビュー・シー・ラビュータンを通じて、ロシアの定位継承を主張した。ラビュータン、アンドレイ・オステルマン、アレクサンドル・メンシコフの交渉の結果、1727年5月18日、ピョートル2世は皇帝に即位した。その後、オステルマンが、ピョートル2世の教育係を務めたが、メンシコフは、ピョートル2世をワシリエフスキー島にある、自身の宮殿に連れて、 娘のマリア・メーンシコバと婚約させた。1727年9月11日に、メーンシコフが失脚するとマリアとの婚約も取り消されたが、代わって、バシーリール・キーチ・ドルゴルーコフが実権を握った。ドルゴルーコフは、ピョートル2世をサンクトペテルブルクからモスクワに連れて行き、次女のエカチェリーナ・アレクセーブなドルゴルーコバと婚約させた。 ピョートル2世は1728年2月25日にモスクワで退官した。結婚式は1730年1月30日に行われる予定だったが、その日に天然痘のため報じた。ピョートル1世の名ンナが定位を継いだが、ピョートル2世の崩御によって、ロマノフ家の男系男子の決闘は耐えた。ありがとうございます。